彼女がなぜ登るのか。よし。僕にはわからない。ひたすら上を向いて登る。それってどういうことだろう。行くのかよ。気をつけろ。降りてこい。早く。はい。夜のやつ帰るよ。はい、はい、さよなら。気をつけてな。なんで残されてるか分かってる？俺な、進路調査票。もうお前ら勘弁してくれよ。白紙で出してんのお前らだけだからな。あのな、まだ決めなくてもいいとかって甘く考えてると結局3年間ボケっと過ごしちゃうんだよ。でも一回決めちゃえばさ、どっかでそれを意識しながら過ごすことになるから、うん、なんていうのかな、決めた自分を大事にしたくなるっていうかさ。
どうした、お寺。いいこと言うなって。いや、お前本当分かってんのかよ。頼むぞ。まあとにかく家でもう一回ちゃんと考えて再提出するように。いいな。じゃあ今日は受け取ったら帰ってよし。よいしょ。はい、田崎。はい。小寺。はい。はい。今度。頼むよ。はい。うん。倉田、めちゃめちゃ遅いよ。はい。倉田、何か書いてこいよ。頼むぞ。見てる。見てねえよ。神みか、お前。見てねえって。お前、今からでもあっち入れば。ナイス。まあ、お前が辞めたら、俺たちはむちゃくちゃ寂しいけど。ちょっと待って。あ、はい、お前と同じクラスのやつも入ってんじゃん。聞いたことないし。なんでお前卓球部入ったの。なんでって、なんか親が運動部入れって言うから、とりあえず一番緩いとこあった。最高じゃん。最高。一年、交代。チーズ。うつ。ああ。やばから。ラリーこれあり。足動かして。ああ、悪い。ああ、いいよ、俺行く。すいません。足入れ替えて、待ち。よし、ナイス。で、ここまで飛ぶ。いけ、いけ。興味あんの？見る。別に。無理無理。なんだよ。だったら見んなよ。
一生懸命見てんだよ。ナイフ。吹いた。いや、俺行く。これ、うん、足上げて、右足、ナイス、耐えろ。もう無理です。おい、しっかり掴め。死ぬまで離すな。いけるいける、頑張。ナイスナイス。ノー、ナイス、強い。お前よく球拾いに来んな。え、のせい。頑張。いいよ。あ、いつもなんだよ。なあ、よいしょ。はい。お前がうちに入ったのも、のせいだろ。おっと、動揺した。やっぱ当たりか。待って待って、違う、違うくないだろう。違います。ほら、違うくないだろう。な、
私も、お願いお願い、何怪しいよ、怪しいよ、怪しいの意味が分かんない、ねえ、お願いお願いお願い、じゃあ喉乾いた、じゃあお願い、アリカのおごりなら、行った方がいいよ。いいよ、うん、ありがとう、うん、え？お、え？お、さすが。
けで。ナイス。足上げて。はい、頑張。おい、リノ、お前も手伝えよ。あ、私めっちゃ肉焼いた。怖っ。あ、明日学校面倒。やめちゃう。ありよりのある。そうしなかなかそうだね。行くか。はい。うん、どうした？ポーチ忘れたかも。ちょっと探してくる。ごめんごめんごめん。はい、同じクラスだって分かんなかった。今めったに行ってないからずっとサボってるし。倉田里乃。倉田さん、小寺です。知ってるって。だからそっか。待って、それうちらのゴミ。え？さっきバーベキューやってて。へえ、楽しそう。そんなんじゃ。どうしたの、それ。大丈夫？何が？うわ。手ボロボロじゃん。倉田さん、綺麗だね。手も指も。いやいやいや。ネイルとかやらないの？やったことない。マジ？やってあげようか。自分の手じゃないみたい。倉田さんすごいね。別に大したことじゃ。でもごめんね、爪あんまり持たないから。ん？私これから岩登るんだ。岩？何それ。あれとか、あれとか。え、マジ？登るの？怖くない？怖いよ。変に落ちたら怪我するし。やじゃん。どこね。やだよ。まあ、でも嫌なものなんて人それぞれだもんね。じゃあ私行くね。みんな待ってるから。来た。じゃあ。また学校で。
ほっせーよ。どうした？なんも。何持ってんの？うちらのゴミ。ドア開けて。え、頑張る。あんな。怖い。ちょっと怖いです。グラブだから大丈夫だろう。振り向いたら終わりだ。右足上げる。はい。落ちても俺がいるから大丈夫だ。すいません、遅れました。おお、どこ行ってたんだ。部長、ほらこれ。え、本当にどこ行ってた。ああすまんよ。ぞイワに挨拶。よろしく岩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 。ナイス。しっかりつかめ。ナイスナイス。足上げろ。綺麗だろ。手伸ばせ。ほら、ナイス。よし、落ち着いて落ち着いて。上がれ。ナイス。オッケー。もういけんだろ。オッケーオッケー。ナイス。小寺、ちょっといい？あのさ、進路調査票。お前第一志望クライマーってなんだよ。あ、いや、小寺が中学の頃からボルダリングやって部活も頑張ってるの先生よく知ってるけど、もっとこうさ現実的に考えてみたらどう。あ、例えば体育大学目指すとかスポーツ推薦狙うとかさ。うん？嘘を書くんですか？あ、いやいや、そう言われると困るんだけどさ。でもクライマって何？フリークライミングって言います。岩を登るときは一人だけ。でもだんだん岩や自然やいろんなものを感じて一人じゃなくなります。それが自由な感じ。クライマー、まずは目指してみます。
小寺さん、進路調査票にクライマーって書いたらしいんですよ。なんだって？小寺さんの第一希望はクライマーらしいんです。第一志望クライマー？いやいやいや、本気で目指してたとしてももっと要領よくやれるだろう。何バカ正直に書いてんだよ。でも小寺さんらしいです。クライミングを仕事にするならジムのスタッフやインストラクター、課題を作るルートセッターなんて仕事もある。最も狭き門がプレイヤーとしてクライミングで稼ぐプロクライマー。これは本当に選ばれた一握りの人間。まあ要は宇宙飛行士とかハリウッド女優とかそういうレベルだな。進路希望にクライマーと書くってのはよっぽどの意思があるか、あるいは何も考えてないか。小寺、やれんのか？やれます。本気で食べてます。え？お行儀悪いな。うまいか小寺？はい。頑張ってくれ。はい。おごりがいがあるな。そう。はい、余剰、その髪どうにかなんねえの？暑苦しいんだよ。おい、よせ。パワハラだ。なあ小寺、こんな髪型の彼氏だったらどうよ？重そうですよね。登るなら軽い方がいいと思います。あ、そういう基準。あ、そう、間違えたら聞くやつ。あの、よかったらどうぞ、もう一個あるんで。紙。どうも。お前誰だ？知らないです。知らないわけないだろう。あ、言え。誰だよ。知らないです。超可愛いじゃねえかよ。そうじゃね。
赤とか黄色とか。クライミングシューズ以外で登らないでください。持ってねえし、うれ。いいねいいねいいね。これでも同じ色どれ。緑。俺緑行く。お前緑行くの。じゃあ俺ちょっと待って。来た来た。見ろ。いやだこの先行けない。白。お前どけ。おいどけ。できんのかよ。あ？ほら、ほら、緑だ、緑、ほら、耐え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 耐まあいいや。とりあえずちょっと俺高いとこいけんじゃない？これ同じ色じゃなくてもいいっしょ。同じ色じゃなくてもいいよ。登るなって。登らないで。登るなって。ビビりすぎ。マジやべえこいつ。余剰君、大丈夫？余剰君、近藤君、小寺さんと付き合ってるって本当？なんで？あ、いや、最近の余剰君見てたらなくもないかなって。ボルダリングのことよくわかんないんだけどさ、頑張ってるみたいだし。ボルダリング頑張ったら小寺さんと付き合えるの？え、あ、まあそりゃそういうことも。じゃあ例えば近藤君が今ボルダリング始めて頑張ったら小寺さんと付き合えると思う？近藤君って小寺さんのことよく見てるよね。でも案外小寺さんのこと分かってないんじゃないかな。
落ちてたね。届かなかったけど嫌じゃないってこと本当だってよく分かった。わあ、何ここ。元園芸部の庭なんだって。倉田さん。あ、うん、懐かしいスポーツドリンク。あ、久々に飲んだ。頑張るね。疲れない？体力より頭が。頭？うん。パズルみたいで、うん、頭使うんだ。こうかな。じゃあ私無理だ。頭悪いし、まあ学校もあんま行ってないし。来たじゃん。今日はね。いつも何してるの？何って、友達と遊んだりイベント行ったり。楽しそう。そうでも。ねえねえ、ん？ボルダリングってさ、やってて褒められることってあるの？大会で勝ったり、難しい課題クリアできた時は周りの人たちも喜んでくれるけど、でも何度も挑戦してやっと登れた時はやっぱり自分が嬉しい。自分が嬉しい。
タート。頑張れ。ナイス。十、九、八、七、六。スタート。頑張れ。よし、上げる。ナイスナイス。おせるぞ、小寺。頑張。上げろ、小寺。10、9、8、もう一本。6、5、4、3、4頑張れ。0。スタート。頑張。はい。はい、スマッシュ。はい。はい。はい。Hey! Hey! 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 Nice ball! Hey! もっと来なさい、来い！ Hey! 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 スマッシュ！ Hey! 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 よし！ Hey! 休憩！ Hey! スタート！休憩！頑張！ Hey! OK! 球拾っといて！ Hey! 押してあげる！ついて！やっとれ！だるい。だるい。ペース落ちたね。お疲れ様でした。もう疲れた。絶対置いてくれ。置いてくれよ。おい。どうした？小寺さんの写真。写真。いいよ、近藤君なら。近藤君もいつも見てるもんね。朝。盗撮？あ、動画もあるよ。中学の時さ、先生にやる気ないなら帰れって言われて本当に帰ったよね。でもなんか、最近は頑張ってるって噂で。田崎はさ、なんで写真撮ってるの？この間小寺さんが書いてたでしょ、進路希望調査にクライマーって。それでまずは目指してみますって。うん、だから私も今は撮りたいものをとにかく撮ってる。そっか。もう腕がパンパンだよ。パンプが取れない。なんでほぐしとけ。ほら
ゃ。こんにちは。花いっぱいだね。全然気づかなかった。昔園芸部の庭だったんだって。でも園芸部って今もうないよね。うん。いや、なんか夏だね。好きなの？え？夏。あ、いや、まあ。私暑いの苦手で。わかる。夏って嫌だよね。でも夏は好き。どんなとこが？なんていうか、夏は静かな感じがする。でもセミとかめちゃくちゃうるさいじゃん。うん、そうだけど、あ、ほら松尾芭蕉の歌にもあるじゃない。え？静けさや岩に染み入るセミの声。こう夏だなって思ってると、だんだん聞こえなくなって。ね、あ、ごめん。俺よくわかんないけど、やってみる。今度やってみるよ。うん。なんか近藤君と初めて話したね。小寺。もう休憩終わりだって。はい。あ、部活頑張ってね。うん、近藤君もね。うん。やった、名前も覚えてくれてた。ナイス。やろう。強い。頑張。ナイス。ナイス。オッケ私。いや、ごめん。あ、そっか。イメージと違う。もう一回見せて。もう一回。反省点いっぱい。
撮ってくれる？部長。なんだ。早く。おお、入部希望者か。コテラのクラスメイトだ。田崎さん。田崎。かわいいね。田崎ありかです。カメラが好きなんです。で、私たちの参考用の映像を撮ってくれるそうです。ああ、そうか。入部希望者じゃないのか。すいません。ああ、でも助かるな。来月夏のユース大会があるしな。ユース大会？何ですかそれ。なぜ知らない？小寺はクライマー目指すんなら大内が目標だ。はい。関東クライミングユース大会。余剰はファンクラスで参加。初めての大会だな。大会ってたくさんの人が見てるところで登るんですよね。当たり前だろ。なんでこんな下手なやつが出てきたんだって思われないですかね。思わねえよ。でも誰もそんな悪口言うやついねえよ。俺も高校から始めたから最初は超ビビった。まあ確かにできねえの見られるのはつれえ。でも思いっきりやればいい。自分はこれ以上できないってぐらい挑戦してればみんな必ず言ってくれる。頑張って。頑張。ガンバ。ガンバ。無駄な力入ってる。はい。インパクトの時だけでいいんだよ、力入れるの。はい。ボクシングと同じだよ。脇脇。はい、インパクトの瞬間に力入れる。トリガー力抜いとけ。はい。2、3、4。やらそう。はい、入れとけ。はい、もうポン。はい。気合入ってんな。もうすぐ夏の予選だからな。ボール拾っとけよ。はい。夏の予選に行ったのに、しかも3年1人だった。全然一人だね。ランニングとかあれでしょ、もう。せーの。
そのままちょっとキープで。くそ重いなこれ。ごめんね、手伝ってもらっちゃって。やっぱめんどいわ。え、あれ俺離脱。あ、ちょっと、あとよろしくな。待てよ待てよ。ちょっと俺はちょっと、さすが近藤君、力持つ。よろしくね近藤君。どうしたよ、大丈夫？え、ありがとう。 あのさ、ちょっと一瞬持っててもらっていい？うん、ごめんね、話すよ。うん、ダンスどうかな。ちょっと話すね。あ、うん、うん、いいと思う。目の高さぐらいで。あ、本当？うん、よかった。文化祭の準備なんて初めて。中学の時はキモいって言われてたから。中学の時僕に話しかけてくれたのは小寺さんだけだった。俺も初めてかな。え？あ、いや、あの文化祭の準備に参加するの。中学の時はさ、お前こういう学校の行事のことバカにしてんだろって言われてたから。え、ちょ、よかったね近藤君。余剰くんなら付き合ってもいいかな。え？え？え？違うよ、俺とじゃねえよ。小寺さん。ああ。でもそれはないな。うん。そうかな。うん。キリ100円ですよ。どうですか？あ、キリどうですか？100円ですよ。お待ちどうさま。あの、豚まんです。ありがとう。お待たせしました。来たよ。美味しそうだね。食べませんか？焼き鳥です。私のお肉食べませんか？焼き鳥です。近藤くん。え？ヨジョウくん。小寺さん、小寺さん。1年2組動物喫茶です。動物喫茶です。ありがとうございます。動物喫茶です。そこのテントでやってます。1年2組動物喫茶です。動物喫茶やってます。
コタラちゃん。あ、リナちゃん。わあ、お猿さんだ。かわいいね。似合ってるよ。ありがとう。ねえねえねえ、見て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 。やってやって、私も完璧だよ。いくよ。で、1年2組、動物喫茶でーす。よろしくお願いしまーす。超似てる。でしょ？やばい。90度だからね。何あいつら。ムカつかないの？なんていうか、ちょっと寂しい。寂しい？うん。みんな寂しいんじゃない？それでいい。やっぱ小寺ちゃん面白い。私も言うわ。バイト行くから帰る。バイト？授業料結構かかるし。え？夜ネイルスクール行き始めたんだ。毎日遅い。遊び回ってた時と同じぐらいだけどね。すごい。楽しそう。まあね。動物喫茶です。ありがとう。飛んじゃった。置いた席。写真見して。小寺の写真あんま拡散とかすんなよ。いい写真だね。私マシコ先輩好きかも。え？マジで？なんか良くない？うわ、ないわ。類似縁じゃん。そこがいいんじゃん。じゃあどういうのが好きなの？すごいけど繊細っつうか。何それ？何それ？
てかうちら初めてまともに会話したよね。今の今見てた誰前にラーメン屋でベアゴム貸してくれてそれがきっかけで付き合ってんのまあ、うん、そういうことなんだけどコテラさんには振られたんだ。中学の時告ってあ中学でもやっぱ告ったんだうん振られたならなんでクライミング部入ったの小寺さんがいるの見たら思わずでもやってたら楽しくなってそれで頑張ったら周りの見る目が変わった先輩も優しくなって好きだって言ってくれる女の子もできたずっと見てました四条くんのことずっと見てましたたぶん僕は少しだけ変われた近藤君もいつも見てたよね小寺さんの登るとこうんコテラさんを見てると なんだか自分も登らなきゃって思うよね。うん。パン。
近藤、いやー惜しかったな。惜しかったな。ちょっとだったのに。勝てば5個も試合できたのにな。でもベスト8だよ。いやすげえよ、よく考えてるよ。いや無理無理、これ無理だ。まあベスト8までいけると思わなかったからさ、すげえな。確かにすげえけど自分で言うのはそうだな。なんかごめんな。ほらいろいろ。はい。熱い握手。もういいよ。じゃあ俺行くから。始まる。両手でいった。耐えた。溜めてる。いけた。よし。あ、お寺さん。ガンマ。
ガンバ。ガンバ。さすがに疲れたか。まで休めっちゅうの。結局あいつ勝ち負け気にしてないんだよ。じゃあなんで登るんだろう。わかんないけどさ、なんか泣けるじゃん。ガンバ、はい、ガンバ、ガンバ。何を見せたいかが分かりません。若干独りよがりかもしれません。くっそ。違う違う、お客様に位置確認した？ちゃんと好みを聞いて。はい、みんなも気をつけてね。はい、こちらでよろしいですか？ね、
けんのか。負けんな。ナイス。よし、頑張れ。伸ばせ。ナイス。いけるか。いけるぞ。耐えろ。つかめ。ナイス。両手。いけたじゃねえか。はい。小寺さん、話したいから、これ一緒に飲んでくれ。うん。いただきます。うん、あ、ごめん。これ。平気平気。座ろ。あ、ユース大会準優勝すごかったね。おめでとう。ありがとう。近藤君も県大会ベスト8おめでとう。卓球好きなんだね。いや、好きってわけじゃ。俺さ、小寺さんみたいにまだ何がしたいのかよく分からなくて、だから今目の前にあることをとにかく頑張ってみようって思ってさ。そっか、目の前の壁を登ってるんだ。同じだね、私と。だから見てくれ、見てくれ。
藤君、飲み物は？あ、それしか買ってない。なんで？あ、お金がなくて。半分こする？いや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 、いいよ。たくさん飲んじゃったけど。